朝のルーティーン。このところ羽ネギを買ってしまって、それを食べちゃわないといけないと、まあ納豆味噌汁の薬味は羽ネギを使っていたので、朝のルーティーンはお休みしていた。まあ全て食べたので、久しぶりにヨモギを取ろうかと。先っぽの柔らかいところを、取って食べると。こんだけあればいいか。このサルスベリ、どうにかしないとね。まあ雨が降らない中、なんとか生き残った植物、これから剪定を始めようかと。今日の庭の味はよもぎ。雨上がりの庭、今日も庭が気持ちいい。